立山をお散歩して、曲風強いちょっとやり直しすごいはい、なめかわさん今日もよろしくお願いします。今日なんかハワイっぽいスタートで、はい、アロハガーデン来たことあります？あります、来たことあります。あ、本当ですか？去年の夏に。あ、夏に、はい、あ、いいですよね、うん、はい、なんかね、動物がいっぱいいて、めいっ子連れてきたんですけど、あの餌あげたりとかしてしました。まあ今日はでもちょっとアロハガーデン行かないで、あの地域をちょっとお散歩していきましょう。はい、はい、じゃあちょっと風強いんですけどよろしくお願いします。アロハガーデンの前の松林を抜けて、せっかくなんで海岸に行きたいと思います。なめかわさん、海岸、この海岸来たことあります？来たことないです。あ、ないんですか？初めてです。はい、はい、ここになんか入り口に説明書きも書いてあって、すごいね、豊かな海岸ですよね。 1.6 キロこう歩けるんですね、うん、ここ。そうですね、はい、ちょっとじゃあこれ 1.6 キロ歩いちゃってみますか。はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。なめかわさん、暑くてコートを脱いじゃいましたね。脱いじゃいましたね。はい、今日は本当風がなきゃね。ね、暖かくてね、最高でしたけど、気持ちいいです。まあフラワーライン結構歩きました。あ、ちょうど12時の鐘が鳴りました。はい、で今日はお昼ご飯を、はい、移住してきてお蕎麦屋さんを始めたという手打ちそばひでちゃんに行きます。映るか、手打ちそばひでちゃん営業中。ここ初めてなんですよね。はい、初めてです。はい、ひでちゃん、移住してきた方です。なんかこう、人が遊びに来た時にこっちの方には連れてくるんですけど、うん、やっぱその初めての人には大体海鮮行っちゃうじゃないですか。確かに。で私はね、まあ、そばとかも食べたいですけど、そうですね、なかなかだから、そう、こっちに来て、はい、今までは車なかったので、ね、ここに来るっていう選択肢がなかったので、はいはい、これから行けますね。これからはちょっと行けますね、はい、後ほど、新車も見せていただいて、改造されたそうで、はい、本当、そもそもは車を使わないで、ね、生活するっていうのも私の中の条件だったので、なったんですよね、はい、うん、うん、まあでもね、コロナもあり、いろいろ思うところもあり、今回車を、はい、で後ほどちょっと、秘密兵器とかした、はい、車の秘密もちょっと見せていただいて、ぜひ、はい、楽しいことを考えていらっしゃいます。フリーランスの仕事っていまいち僕らもいまいちピンとこないんですけど、どんな感じなんですか、毎日の暮らしって。私はですね、夜型ではないので、よくフリーランスだと夜中までとかって、ね、うん、でも私はそれはなくて、だいたい目標は9時に仕事を開始して、はい、朝9時にそう、仕事スタートして、でまあ、お昼まで仕事してっていう、はい、で私は今ヨガとかピラティスを、はい、市内のスタジオでやっているので、はい、お昼後にそこに行って、はい、気分転換して、気分転換したで帰ってきて、また午後少し仕事して、はい、って感じですね。あと毎日、もうほぼ毎日あまり狂わせないようにしてる感じですか？あ、そうですね、それが結構リズムになってる、うん、ちなみにその人の流れがないこの立山で友達とかできました？なんかね、それが意外とこうつながるもので、なんかこう田舎の特有なのか、やっぱ一人つながると、あ、あの人知ってるみたいな、こう芋づる式に、あ、あの人ねみたいな、なんか知り合いの知り合いみたいな人がいっぱいいて、だいたいつながっている。そういうのは地元の人も、移住してきた人も、地元の人、まあそ、まあ、本当の本当の地元の人っていうと分かんないですけど、うん、まあ、移住して長い人とか、はい、農家さんともつなげてもらって、
で農家さんのお手伝いたまに行ったりしてますし、そうですね、そうそうそう、なんかそういうつながりっていうのは東京にいる時よりもむしろ強いなっていう。東京だとやっぱね、ご近所に誰住んでるか分かんないって当たり前ですし、街の中でなんか歩いててね、ああなんとかさみたいなことってあまりない。ザーがね、はい、重いのザーと。ゆっくり名前が入ってる。本当だ。あら、すごい素敵。美味しそう。では、あのおそばなんで伸びちゃう場に食べちゃいましょう。はい、食べてからまたお話を。いただきます。はい、のめかさん、ごちそうさまでした。美味しかったですね。はい、ごちそうさまでした。あのご主人のひでちゃんです。ひでちゃんもあの移住してきてお蕎麦屋さんですよね。そうです。はい、何年目ですか？10年です。10年、はい、ああ、もう前職っていうか、もともとは何屋さんですか？もともとは建築関係。あ、建築屋さん、はい、あ、そうなんですね。で、なんか畑違いのお蕎麦屋さんで。そうですね。はい、田舎に住みたい。海があるところ。やっぱりそうだったんですか？はい、海が好きなんで。でもお蕎麦もやりたかったから蕎麦屋さん。はい、はい、ねえ、夏皿お蕎麦屋さん美味しかったですね。美味しかった。ねえ、すごい美味しかったです。ごちそうさまでした。ここホームページありましたか？あります。あの説明欄にあのひでちゃん の, あの URL をあのつけておきますので、ぜひアクセスしてみてください。あの平沢浦海岸からすぐ近くの、ひでちゃんです。ひでちゃん。ひでちゃんです。はい、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これ自分で改装したんですよね。ね、台風でやっぱりひどくなっちゃって、あの災害食って、ああもうちょっと無理なのかななんて思ったんですけど、あのホームページにその辺詳しく書いてあるのでぜひご覧ください。あの説明欄に書いておきます。はい。じゃあなんかお飲み物いただきましょうか。はい。はい、グラデーションがね、本当綺麗。どこですか？もうしょうがない。あれはね。はい、なめかわさん、今日はあのカフェクーン、メラのクーンさんにお邪魔しております。せっかくなんで、あのご主人のお話も聞いてみたいななんて思います。フルオヤです。よろしくフルオヤさん、はい、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのやっぱり移住してらっしゃったんですよね。そうです、東京からです。東京から。はい、はい、なんか素敵なお店です。ありがとうございます。ね、えでも災害に遭われて大変でしたよね。引っ越してきてから災害でしたっけ？そうです、あの、まあ、購入したのが18年9月でちょうど1年後にあの台風来ちゃって、台風に大変でしたね。よく諦めませんでしたね。まあもう 引くに引けないんでもなるほど、それもありますよね。はい、まあでもね、よくメラを離れないでこのお店作ってくださって、もう完全にお住まいになってらっしゃるんですもんね。あ、当時です。今、今も、あ、今も当時この横に寝泊まりしてます。あ、この横に、はい、お住まいがあって、はい、はいはい、どうですかメラの暮らしは。まああのまあ なんていうのかな、みんなあのよくしてくださいますよ。あっち行きましょう。あったかく、はい、本当にメラ、僕もメラ出身なんですけど、メラの人言葉荒いですけどね。そうですね、うん、おめえは丁寧語ですからねそうですねそうですね。まあでももう慣れましたか？あ、大丈夫です。あ、本当ですか、よかった。はい、ね、なんか夕方になるとあのおばあちゃんたちのたまり場になってますもんね。本当ありがたいことにね、はい、素敵なスポットができて、はい、僕もメラ出身として嬉しいです。はい、はい、
まあ、今日あのひどい風でしたけど、ここまでお疲れ様でした。お疲れ様です。すごい風でしたね。はい、滑川さんの秘密兵器といいますか、はい、自転車を、はい、自転車だけで生活してた滑川さんが車を買ったという、車を買ったという、はい、でしかもこの車は移動オフィスになるんですね。はい、じゃあちょっとあの拝見させていただいて、はい、で今日はあの特別にあの内緒の場所をちょっとご案内しまして、ものすごい景色になります。こんな感じで仕事をします、はい、ここで仕事するんですね。はい、電源はあるんですか？電源はね、このポータブル電源を使っていまして、ここから取れます。これどれくらい持つんですか？どれぐらいだろう、結構持ちますね、これで。何回も、パソコンだったら何回も。で、ゆくゆくはこれソーラーつなげるので、ソーラー発電もできるので、この車の上でソーラー、これにパネルをこうつければ、あ、そういうことか、昼間、はい、充電できるっていう。これ、チャブ台も入れて、はい、ちょっと今日風強いんで、ちょっと揺れてる、はい、ちょっとじゃ あの座った感じを見せていただいて、はい、はい、感じですね、仕事をする。なるほど。なるほど。なるほど。好きな場所を探して移動して仕事をする。今日は、今日はここ。こんな感じの景色ですね。素晴らしい。はい。今日風が強くなかったらいろんなところで仕事できますけどね。今日はまあ海岸の方からバンバン吹いちゃってるんで、なかなかあの選べないですが、はい。滑川さんの秘密の小部屋。秘密の割にはあちこち出没しちゃうっていう、はい、素晴らしい企画です。はい、またじゃあなんかいずれバージョンアップが起きた時にまた取材させていただいて、これからどんどん改造していく予定。はい、よろしくお願いします。はい、先ほどのクーンさんでばったり会った石井隆さん、画家の石井隆さんにお招きいただいて、石井隆さんのご自宅というかスタジオ、ギャラリーっておっしゃってましたっけ？ギャラリーですかね、はい、ちょっと拝見させていただくことになってしまいました。すごい素敵な畑があって、ね、ほんと失礼します。ここはわー素敵、わーわーわー、これは大変えらいとこにお邪魔しちゃいましたね。すごい、わーすごい。これ立山市のふるさと納税とかでも石井さんの絵が買える。あ、そうなんですね。これなんか、かせ、かすてではなく、かせ、なんか葉物、スペインの食べ物、食べ物シリーズですね。結構ありますよ、食べ物シリーズ大好きだ。かわいい、めっちゃかわいい。フラメンコの、これはフラメンコでしょ。すいません、渡辺さん、今日は突然お邪魔してしまいまして、本当に突撃です。スタッフの渡辺梅さんです。梅さんです。ご本人もイラストレーター？あ、違います。じゃないんですか？でもお上手ですよね。、うん、なんとなく描いてます。いやいや、本当にどころじゃないです。あ、これさっき、これさっき八代さんが、はい、いいねって言って、あー、この T シャツ僕は欲しい。かわいい、ね、本、国語1とかこういう教科書を使ってましたよ、私。平成何年って、ね、多分書いてある。え、もしかしたら本当に使ってたやつかもしれない。僕は平成にも大人でしたから ね、なんかこういう形だったのは確かなんですよ、私。平成9年。滑川さん、これメラの絵ですよ、メラの絵。ね、それメラかなと思いました。はい、え、多分私こういうのだった、これだ。まあ素敵なところに来てしまいましたね。よかったら、あれ、お庭買ってる間取り見に行きます。ミツバチもいるから。え、蜂もやってるんですか？ミツバチ、日本ミツバチ。あ、日本ミツバチ、はい。もうな、ほぼ自給自足？まあ、でもなんかそうできたらいいねってなるべく。滑川さん、お邪魔したところ、とんでもなく、とんでもないことが起きて、ありがたいお話ができてしまいました。いや、本当に、うん、今日は16日？今日16です。16日、まあいいよ、16ぐらいしとこう。16で、3月15日で、マルソだね。マルソ、
16. Veintiuno じゃないの？年は21。そうでしょ。はい。2021でしょ。2021。はい。はい。Gracias。グワッパ。はい。なんか。そう言われたでしょ。グワッパ。あ、驚いたよ。あんな、うん、く、なんだっけ。クーンだっけ。クーン。はい、クーンでさ、こんなお会いするなんて分からないね、スペイン好きの人。そう、サーカーでも全然やったよ。バレンシアも俺ちょろちょろいろいろやってて、あ、1ヶ月住んでただけなので、そう、全然そういう出会いはないです。よかったですね。いや、よかったですよ。すごい、なんか可愛くこう小分けされてる畑が、はい、お茶までごちそうになっちゃいました。本当にレモンもほらここで採れたレモンだから。そうだ、うちの店でも。果樹がたくさんだよ。もともとですか、それとも植えたの？植えたもん、全部。すごい。もうここも30年以上経つから、やっぱり。